今回は松山が今すごいので全部紹介します。高層ビルがばらけていますな。松山城の近くに多いですね。2024年、レーベン松山3番町アンタワー。地上20階建てで高さは60メートル。新 JR 松山駅。2025年、伊予銀行南館。地上11階建て、高さは約51メートル、春開業予定。エルビス松山。地上14階建て、高さは約57メートル、松山市一のオフィスビルになる予定。2026年、仮称、レーベン松山お宝町。地上19階、高さは約57メートル、1月竣工予定。松山市駅前広場整備事業。東側にバスのロータリーを集約、南側に路面電車の停留所ガイド、西側に広場が整備される予定。乗り換えが便利になります。信号を渡らないのがいいですね。JR 松山駅前広場整備事業。路面電車の延伸がなくなったっぽいです。路面電車が延伸する予定だったところにはベンチが置かれています。間違いなく景色は一変するでしょう。2027年、仮称松山市柳井町マンション新築工事。地上20階建てで高さは60メートル。今日覚えてほしいのは宝レーベンと一企業なのだ。現在本社は東京だが、松山市に本社があったのだ。今日紹介したタワマンもオフィスビルも宝レーベンが事業主なのだ。松山市に投資してくれている宝レーベンに今後も注目なのだ。2028年、 NTT 松山一番町プロジェクト。NTT 都市開発といえば、松山市に22階建てのタワマンを建設する計画をしたが、反対意見のせいで15階建てに下げたのだ。2029年、伊予銀行本館。地上12階地下1階、高さは約55メートル。2029年春竣工予定。2030年、松山市役所北と延べ床面積2万平方メートルで検討のため、地上15階建て、高さ70メートル程度。ホテル跡地は90メートルのタワマンと60メートルの高級ホテル市役所北棟は70メートル、 NTT 松山一番町プロジェクトは80メートルのビルを置いてみました。笑い飛ばして展開。